クライスラーで活躍したデザイナーのエクスナー氏フォワードルックの代表作を英国編集部がご紹介します。映画に登場する宇宙船のような雰囲気。1960年式のダッチポラーラ。スピードメーターは横長のストリップタイプだ。クロームメッキのフレームに収まるパネルは文字が抜かれ半透明のガラスを通じて裏側から柔らかく光が灯る。 当時の映画に登場する宇宙船のような雰囲気があるフロントバンパーの造形を反復させた X のスポークで支える大胆なステアリングホイールは姉妹モデルのマタドールではオプションだったがポラーラなら標準装備リムにはフレークが混ざった半透明の部分が上下にあるスペースウェイ時間を高めているのがスピードメーター手前に突き出た円柱形の時計ガラスの中に 時と分で回転するシリンダーがついている。購入時点で時計は装備されていませんでした。でも欲しいと思って大金を費やして探したんです。とオーナーのクリスメンラット氏が笑う。この時代の車に特別な思い入れを持つ彼らしい1000ドル払っています。希少な部品ですがジョージア州のクライスラー部品を扱うオーバーショップに 箱入りの状態であったんです。時計のガラスケースの上部に小さな傷があり、返品されたものかも。寒くなると止まるので、リビルドの必要がありそうです。古い部品は問題なく何年も動く時もあれば、気難しい時もあります。話を伺っている途中も、時計は時々動くのを止めた効果でしたが、その価値があると思っています。時計がついているポラーラは、 他に見たことがありません。この車専用で2年しか作られていませんでしたからね。6277cc の V8 エンジンに3速 AT1950 年代末、ショールームでスポットライトを浴びていたのは、真、まあ、新しいダッチダートとまたドール。 そしてこのポラーラだった、全オーナーのレビィ夫人もディーラーを訪れた時、ダッチに変化が訪れたと感じたのではないだろうか。デザイナーのバージル・エクスナー氏によって1957年から展開されたフォワードルックと呼ばれるスタイリング。ポラーラの場合、見た目だけでなく中身も全くの新設計だった。エンジンは共有するモデルもあったが、それ以前のダッチコロネットやロイヤルとの共通点は、 ほとんどない。タッチは、ボディ別体のシャシー構造ではなく、モノコックの原型となるユニボディ構造を採用。新しいモデルラインナップを構築した。ボディとフレームは、要塞のように強固に一体となっています。と当時の広告では、誇らしげに主張している、トーションビーム式のサスペンションをフロント側に取り入れ、先進的なイメージを牽引。 クリスが所有するポラーラのようにパワーウィンドウやエアコンまで現代的な快適装備もくまなく装備が可能だった。1950年代末にさらにポラーラの中心的存在と言えたのが 383CU in 6277cc という大排気量の V 型8気筒エンジン。 トルクフライトと呼ばれたクライスラー社製の3速 AT が組み合わされているドライブをレバーで選択しアクセルペダルを踏めばアメリカンな V8 エンジンらしいたくましさで巨大なボディを押し進める1962年に全く新しいポラーラへ交代この V8 は1958年の B シリーズユニットでくさび型をした燃焼室を備えるポラーラでは パワフルなラムインダクション仕様も選択できたが、このエントリーグレードの仕様でも、329PS という不足ない馬力を生み出す、動力性能は現在でも十分以上。心地よいエグゾーストノートと共に滑らかに速度を乗せていく。B シリーズエンジンは、 あとにピックアップトラックへの搭載が主流となった豪華なモーターボート用のエンジンとしても利用されているパワーアシストで軽いステアリングホイールを回すとノーズのゆったりした動きは車というよりも船のようアクセルペダルへ力を込めると完成でフロントノーズが持ち上がる様子も1960年にダッチが生産した35万台のうち ポラーラは1万6000台ほど、一回り小さいダートの方が10倍近く多く売れた。その後、1961年モデルが発表され、ポラーラの売れ行きは回復。テールフィンは穏やかになり、物議をかしたテールライトを備えていたが、50%ほど台数を伸ばした。ところが1962年、全く新しいポラーラが登場する。エクスナースタイリングの時代は、 音を立てるように終わった。1961年仕様のスタイリングを手掛けている途中、エクスナーは心臓発作を発症。彼が進めていたデザイン案は却下され、クライスラーのデザインチーフはエルウッド・エンゲル氏へ交代してしまう。アメリカにおけるカーデザイン王門時代、アメリカ社として象徴的なスタイリングを生み出したエクスナー。しかし流行り者とみなされ、ポラーラには しばらくの間、冷たい視線が向けられるようになっていた。だが、アメリカにおけるカーデザイン黄金時代を飾ったモデルとして、近年は再び評価を高めつつある。確かに、スペースエイジを色濃く映し出す一方で、タイムレスな魅力も備わっていると思う。交通量がほとんどない砂漠の広がるエリアを、数時間クルージングさせてもらった、装飾的な要素が強いが、 不思議な引きつける力を持っている。新車寺は時代を象徴する車だったことは間違いない。一方でカリフォルニア州の山キンと山脈に向かって走っていると欲望に満ちた時代の虚しさも感じられてくる。荒野の中で夕日に照らされていたからかもしれないが、たくさんのヤシの木やサボテンと共にミッドセンチュリー時代のバンガローが立ち並ぶ。 パームスプリングスの道を進む大きな交通標識がタイムスリップしそうな気持ちを現在に止めてくれる巨大なテールフィンのついた車だからこそこの不思議な気分を味わえる大胆なダッシュボードと半透明のステアリングホイールを眺めながら運転できるポラーラは古い宇宙船というかタイムマシンのようだ時々クラシックだが時々モダン。年代の香りは なぜか未来的な印象も与えてくれた。ダチポラーラ、1960年、北米仕様のスペック、英国価格、3141ドル、新車時5万ドル、555万円以下、現在、生産台数、約1万6000台、全長、5436ミ、mm、リメートル、全幅、1981ミ、mm、リメートル、全高、 1379mm 最高速度時速 209km 時速 097km 加速8.8秒燃費 4.2km LCO2 排出量車両重量 1758kg パワートレイン V 型8気筒 6277cc 自然吸気、使用燃料ガソリン最高出力 329PS 4600RPM 最大トルク 57.9kg M 2400RPM ギアボックス3速オートマティック